ご紹介いただきました、山岳連携を担当しております、和井でございます。これから山岳連携の関連のプロジェクトについてご紹介したいと思います。お話申し上げますのは、本プロジェクトの目的、それから本プロジェクトで取り上げております代表的な4つのプロジェクト、またこの4つ以外にも、私も東北大学が行っております地域に向けての山岳連携の取り組みについてお話をしたいと思います。まず、プロジェクトの目的であります。 本プロジェクトは東北地域の企業をご支援申し上げまして東北大学のシーズンを使いまして産学連携の枠組みによって事業化についてのお手伝いをしたいということであります。でそのためには地域の自治体あるいは国特に文部科学省経済産業省ほか関係機関の施策も積極的に活用しながらこれを進めるということを考えてございます。 まず1つ目のプロジェクトが東北発素材技先導プロジェクトというものであります具体的にはここに書いてあります3つのプロジェクトから構成されております素材につきましては東北大学ご案内申し上げるまでもなく材料分野に大変強い力を持っておりますこちらの資料にありますように失礼 こちらの資料にありますように、材料科学、あるいは物理学、その他の分野におきまして、東北大学、論文委用等において、世界で大変高いご評価をいただいているわけであります。内容としては摩擦、それから気象元素の回収、それから磁石の材料、この3つの分野での研究を進め、産学連携を進めたいと考えております。1つ目が摩擦の分野であります。 摩擦特に自動車におけます摩擦を考えてみますと、自動車におけますエネルギー損失の3割から4割という部分がエンジン、あるいはトランスミッションにおけます摩擦による損失であると考えられております。でこれは従来の技術によりますと、燃費向上に0.7%ぐらいしか寄与していないということを言われております。でこの摩擦をどうやって減らすかと ということを考えまして、3つの観点、1つは油、それから水の摩擦、それから個体同士の摩擦、この3つの分野につきまして、これをいかに低減化するかという研究開発を進めるわけであります。で、一見、摩擦ということを聞きますと、何かこう物理の現象のように考えられますけれども、具体的に突き詰めていきますと、表面に置きますその材料同士のいろいろな関係、これをナノの技術を使いまして解決すると。 いうことが従来できなかった一つの大きなこの分野におけます解決方法であるというふうに考えられます。こちらに書いてありますピストン、あるいはギア受け、軸受けギア、そういったところにおけます摩擦の低減が、全体におけますエネルギー損失の低減につながりまして、最終的には CO2 排出の抑制につながると考えております。トヨタ自動車さん、他関係するメーカーさんとすでにこの産学連携の枠組みを作っております。 2点目が磁石におけますエネルギーの損失の面であります磁石と申しますのは大きく分けますと2つの種類があります1つは永久磁石もう1つは電気を通じた時に磁力線を発する磁石で今回私どもで取り組んでおりますのは降者でありましてこれは具体的に送電の際に使用されますトランスまたはいろいろな動力源に使われておりますモーター こういったところに使われる磁石のエネルギー損失をどうやって減らすかという点であります。現在、計測法と言われているものがこの主力になっておりますけれども、現在の技術ではなかなかその性能向上、損失の低減が限界に達しておりまして、これを新しいナノの技術によってなんとか低減できないかということであります。そのために磁性の評価でありますとか、組織構造評価、あるいは解析、そういった基礎技術を使いまして、この応用としての 新しい素材ののの創生またその評価の技術こういったものを作っていくように考えております。すでに NEC 東金さん、あるいは J.P. スチールさんと、こういった分野についての協力関係を作っておりまして、ほか多くの企業にもご参加いただいて、技術開発を始めているところでございます。3番目が希少金属の回収の技術であります。こちらにつきましては、新聞の報道ですでにご存知の方多いと思いますが、 ディスプロシウム、その他希少な、ほんのわずかでありますけれども、希少な物質をいろいろな磁石でありますとか、あるいは面表面の研磨、こういったものに使わないと工業製品ができないわけでありますけれども、そのわずかしかないけれども、非常に重要な物質であるものが、ほぼ100%日本は海外に依存しております。この希少の物質を 何とかすでにあります我々が使った後のものの製品の中から回収することができないかというものであります俗に都市鉱山からの希少金属の回収でありますそのために必要な技術といたしまして破砕粉砕の技術それから破砕粉砕したものの中から成分を抽出して取り出す技術それからその中から科学的にこれを分離抽出する技術こういったものを開発したいと思っております 例えば従来、ハロゲンを使いまして、科学的に抽出しておりましたものを、ハロゲンでない新しいイオン液体で開発回、回収すると、こういったものをすることによりまして、従来取れなかった物質を新しく回収する技術を開発するということを考えております。現在、本年度の事業といたしまして、キックオフのシンポジウムを開催すると同時に、各分野、それぞれにおきましての成果の発表、 ままたは研究体制の整備を進めております特に、磁石関係の体制につきましては、宮城県内におります、YKK 株式会社の従来使っておりました研究棟を改修いたしまして、その中に大型の設備を導入いたしまして、体制を構築しているわけでございます。もう一つの大きなプロジェクトが、地域イノベーション戦略支援プロジェクトであります。 こちらは具体的には2つのプロジェクトからなっております。1つが、次世代自動車のための技術開発のプロジェクトであります。ご案内のように、宮城県はトヨタ自動車さんの関連の会社の工場がすでに立地しておりまして、岩手県にも工場がありますので、東北地域として、この自動車産業、それを支える部品、関連産業が今後、非常に期待されているわけでございます。 その産業の支援のために人材育成でありますとか、あるいは橋渡し機能の強化、さらには各種機械の公開、提供などによりまして、地域の力を高めていくといったことを進めたいと考えております。もう一点が医療機械であります。これは今後、日本が高齢化し、医療機械、あるいはそれに関連する各種サービス、商品につきまして、 非常に支出が増えるわけでありますけれどもこれをいかに効率化し人々に優しいいい機会を作り医療あるいは介護の世界を高度化していくかということが大きな課題になるわけであります。東北地域においてはすでに電子機械あるいは精密機械の基盤が多く存在するわけでありますのでこういった産業をいかにこういった医療機械の分野に結びつけていくかという点が重要でありまして具体的取り組みの中にありますように 治療機会、あるいは診断機会、リハビリテーションの機会、こういったものにつきまして、新たな技術開発を進め、地域の産業力を強化したいというふうに考えております。このため、本年度の活動といたしましては、自動車については、多賀城市にあります宮城復興パークという場所にその拠点を設置いたしまして、同時にプロジェクトの発足会もすでに昨年9月に開催しております。 また、東北大学学内のラボを紹介するラボツアー、または人材育成のプログラム等を何度も開催しておりまして、多数の方からのご参加をいただいております。また、医療機関のプログラムにつきましても、同じくキックオフのミーティングを開催すると同時に、地域企業の抱えております課題、それからこれからの方向性、ニーズなどにつきましての調査を実施しております。 またもう一つのプログラムが JST さんのやっております復興促進プログラムを活用させていただいて東北大学の山岳連携を進めているプログラムであります左側の緑色で書いております A ステップと申しますのは従来からありました特に大学の山岳連携を支援するプログラムでありますこちらは昨年度東北大学あ失礼本年度東北大学すでに60件の採択をいただいておりまして 特に震災復興に向けての多くのプログラムをこの中で採択いただいております。また右側の青いところで書いておりますマッチング促進というプログラムにつきましては平成24年度から新しく震災復興のために JST さんの方で作っていただいたプログラムであります。どちらかといいますと実証・製品化に近い企業を支援するプログラムでありまして その際に大学の力を使って産学連携をやり、新しい商品開発を進めるといったものであります。例えば、一つ例を申し上げますと、地元企業がこれから作ろうとしております、水産加工で使われます、退職性の高い刃物、この刃物の新しい開発に、私どもの金属材料研究所の先生がご協力申し上げて、新しい製品開発を進めるという、まさに東北大学ならではの 復興に向けての新しいプログラムをこの制度においてご採択いただいております全国の大学でトップの20件の採択をいただいておりますで次のプログラムといたしましてこういった産学連携あるいは地元企業のご支援を申し上げあるいは全国からの産学連携を募り新しいイノベーションを進める拠点としてイノベーション拠点の構築を現在進めております こちらでご紹介申し上げますのは、続称仙台マテリアルバレーと呼ばれております、材料分野に関しましての産学連携の拠点であります。こちらのような建物が、東北大学の片平キャンパスに、平成25年度内、すなわち来年の、あ失礼、来年度の末ですね、正確には26年の春になりますけれども、およそ5500平米の建物が完成予定でございます。 こちらの中で、ここに書いてありますような、社会基盤材料でありますとか、エレクトロニクス材料、エネルギー材料、こういった材料の共同研究を進めるためのラボを用意してございまして、企業と東北大学、あるいは関連する各研究機関、あるいは他の連携大学との共同研究を進めるためのオープンラボをご用意させていただいております。 で以上、大きな代表的な例のご紹介をいくつか申し上げましたが、これら以外にも、東北大学で取り組んでおります地域連携の取り組み、いくつかございます。いろんなご相談がある場合に、私ども山岳連携推進本部が窓口になりまして、関係の教員、シーズンについてのご紹介を申し上げる相談を行っておりますほか、実際に東北大学の先生の方々が行っております 研究のシーズを実際目に触れてご覧いただき直接顔を見て話を聞いていただくような場をイノベーションフェアという名前で開催しております本年1月17日に仙台国際センターで開催をいたしましたまたこれ以外にも地元金融機関具体的には七十四銀行さんとご協力させていただきまして地元の企業 のラボツアーを先日開催したところ、大変多数の方が、東北大学、学内にご見学いただいております。また、一昨年度は、同じように金融機関、収支銀行さんとご協力させていただきまして、技術相談会を開催したこともございます。またその他仙台市さんとご協力させていただきまして、御用聞き方の企業訪問なども行っておるところでございます。 それから地域に向けてのオープンな形での産学連携の拠点といたしまして、マイクロシステム融合研究開発センターを私も持っております、俗称試作コインランドリーセンターと申しておりますが、これは MEMS、ご案内の方、多いと思いますが、マイクロエレクトロメカニカルシステム、これは機械構造と電子回路を併せ持った非常に小さいデバイスでありますけれども、圧力センサーですとか加速度センサー、 こういったものの技術を実際に作りまして、その場で実証して試作品を作っていただく場所を東北大学が持っております。これは広く企業の方々に開放しておりまして、年間約100社程度のご利用いただいております。ぜひ、こういった分野にご関心ある方は、あの実際に東北大学の中に参りまして、こういった施設をご利用いただければというふうに思っております。また、日本でも非常に稀有な取り組みとして、現在、 取りり組んでおりますのが国際集積エレククトロニクス研究開発センターというものでございます。こちら何が経由かと申しますと、宮城に工場研究所を持っております、東京エレクトロンさんの全面的なご支援をいただきまして、約6000平米の新しい研究所と申しますか、オープンラボの研究センターを東北大学の学内に設置しております。こういった形で企業様からの全面的なご支援をいただいて、かつ、 単一の企業だけではなく、デバイス企業、製造装置メーカー、あるいはシステム企業、材料企業、オープンな形での研究開発、産学連携が進むセンターというものは、他の大学でもまだ例がないというふうに聞いております。このセンターでは、次世代のメモリーとして期待されます、磁期を使いました、MRAM と呼んでおりますメモリーの作るための製造装置。 を開発すべく、現在、このセンターの建設をほぼ完了したところでございます。4月には建物が出来上がりまして、まもなく実際の研究開発が進むということでございます。以上、東北大学で取り組んでおります、山岳連携によります震災復興についてのご支援、連携をしておりますプロジェクトについてご説明させていただきましたごご清聴ありがとうございました。